わしの炒め物ですね。緑もちょっとあっていいですね。そうです、さっき、さっき取った。あの、台所から落としたんですね。これが男のもやし。まあ、もやしはやっぱり貧乏三大珍味の一つとね。納豆、もやし。あと何なんでしょうね、豆腐？豆腐は、豆腐なんですね。パスタかな。豆腐パスタがやっぱり、貧乏三大珍味。これまあ、諸説ありますけどね。僕の中ではやっぱりパスタ、もやし。あとは、もちろんやったんやったんだけど。あれあんなの肉から魚になり、魚から野菜になったから、うん、まあそうですね、うん、確かに、うん、まあ、別にけど、その値段、コストの部分で僕は考えてるわけじゃないですか。年齢ですかね、うん、年齢もあるんですね。この前のあの、やっぱり1500円ぐらいする、うん、肉とかは、肉とかはやっぱ美味しかった、うん、何か、ね、食べれない。そうなんだ。今日はもやしをね、そうですね、そう、このね、格差が大事ですね。個人格差、1500円のお肉を食べてるのに、まあ安いものですよね。もやし30円、食べる時もある、うん、じゃあ、今日の場合ね、生活の起伏って何でもするちょっと熱が通ってきてからごま油を入れたら美味しいんですよね。焦げそうになってますね。そうしたら回しから入れる。ピーマンだからピーマン入れればですね。でも遅いですね。これはもう醤油なんですね、また軽くよく通して昔僕お買いなかった時、これにあの小麦粉を入れてちょっとボリュームをつけもやしにさらにボリュームをつけそれ30で買ったやつにさらにボリュームをつけるのかそういう時代がありましたね。まあ、リッチになりましたね。ちょっとリッチになりましたね。もやし単体で食べれるって、ね、できましたね。完成ですか。はい、完成です。もやしのごま油炒め、はい、この青いのちょっと上に乗っければちょっとおしゃれおしゃれおしゃれ料理上に色を乗っけるシャレをつつ、そう。